はい、今出てきました。こちら自然がねすごくいっぱいあります。もう自然というかねジャングルみたいになってます。これがね海の公園南口です。さっきねまあ言ったね八景島も結構自然があるんですけど、この海の公園南口芝口このね周辺っていうのも自然がねすごいあります。こんな感じですね。自然がいっぱいあってね、すごく散歩コースにはいいですね。毎日ね散歩しても本当にいい感じです。毎日毎週毎月、非常にね、横浜からも近いので、暇つぶしにはねいいかなっていうところはあります。自然が多くていいね。最近ね僕もちょっとね、ラブフリさんみたいなところがあってね、ちょっとね自然がねすごく、楽しみですね。じゃあここからね、僕のトークより自然をね、楽しんでもらおうかなと思います。自然をね楽しんでもらおうと思います。こっちねジョギングしてる人とかいるぐらいでね自然がすごいね、すごいね。でちゃんとお手洗いとかもね完備されてるんで、利用しやすいですね。休日はね毎日来たいぐらいな感じに思ってます。すごいね。暑い。自然がすごいね。人がだいぶ増えてきたね。この前来た時人なんか全然いなかったのに、暑いからかもしれないね。非常に人が増えてきました。ちょっと散歩しようかな。運動不足なんでね、散歩するのがね楽しみですね。ウィンドサーフィンの皆様へって書いてる。ウィンドサーフィンってあれなんかな、わかんないけど、向こうはね確かバーベキューができるんだよ。バーベキューできるエリアと泳ぐエリアと分かれて、エリアが多分ね分かれてて、子供が騒いでる。人がたくさんいるね。